メンタルエッセスクール代表の斉藤幸男です。10月23日金曜日の開運メッセージです。今日のメッセージは夢です。夢持ってますか？夢を実現するときに、今の自分から夢を見るのではなくて、夢から今の自分を見てみましょう。そうするとその夢を実現するために足りないことということが見えてくると思います。一つ一つ足していくと夢が実現していくのです。今日のポイントは夢でした。それではまた。